ロベルト・ジョビーは、スイスのマジシャン、マジック研究家。カードマジックの分野を得意としているマジシャンである。マドリッドのエスコリアルマジッククラブの会員の一人。1990年に、スイス国際マジック大会でグランプリを受賞している。他、1988年と1991年のフィザムのカードマジック部門で2位を獲得している。 ロベルト・ジョビーのカード・カレッジは彼の代表作とも言えるカードマジック専門書のシリーズで古くからある技法から最新のものまで体系的に書かれている。現在第5巻まで発行されており4巻までは以下のように和訳が出版されている。和訳は原本からの翻訳ではなくスティーブ・ミンチによる英語版からのわけである。内容については それぞれの章においていくつかのテクニックが解説され、正末にはその章で解説されたテクニックを用いたカードマジックがいくつか紹介される。この本はテクニックをただ解説した本ではなく、従来からあるテクニックに説得力を持たすようなちょっとした工夫もされており、収録マジックの解説には演技に必要なセリフ回しからマジシャンの視線の動き方まで解説されている。 彼の妻バーバラによる差し絵の総数は4巻で1200に上る。ありがとうございます。